ースをお伝えします。10日、朝鮮労働党委員長の敬愛する金正恩元帥に、キューバ共産党中央委員会ラウロ・カストロ・ルス第一書記から祝電が送られました。祝電は、朝鮮労働党第7回大会で朝鮮労働党委員長に選出された金正恩元帥に心からの祝賀を送る。朝鮮労働党とキューバ共産党が今後とも社会主義建設のために両国間の兄弟的な絆と協力をさらに強めていくものと確信すると述べました。10日、朝鮮労働党委員長の敬愛する金正恩元帥に、シリアアラブ共和国バシャール・アサド大統領から祝電が送られました。祝電は、金正恩元帥が朝鮮労働党第7回大会で朝鮮労働党委員長に選出されたことに祝賀を送る。大いなる重責を担っている元帥がより大きな成果を収めることと、友好的な朝鮮民主主義人民共和国と朝鮮人民に進歩と繁栄があることを祈る。朝鮮民主主義人民共和国があらゆる挑戦に直面しているとき、朝鮮労働党第7回大会が行われたことは、金正恩人民大衆の自主性を実現することを根本の目的としている朝鮮労働党の基本の理念と、国防力を強める先軍政治路線にのっとって社会主義共生国家を建設し、経済強国建設で偉大な革新を創造し、最後の勝利を目指して戦い続けようとの朝鮮労働党の立場を明白に示す契機となるとし、金正恩元帥に最も崇高な敬意を表すると述べています。敬愛する金正恩元帥に、朝鮮労働党第7回大会に際して各国から祝電と祝賀の手紙が送られました。パレスチナ国家大統領のパレスチナ解放機構執行議長と、マレーシアの統一マレー国民組織総裁、ミャンマー連邦団結発展党書記長、モンゴル独立統一党委員長、シリア共産党中央委員会書記長をはじめ、パキスタン、トルコ、インド、モザンビーク、イタリア、ロシア、中国、ネパール、レバノンなど各国の党首、政界など社会各界の人、軍部高官、国際機構、土思想研究組織、朝鮮統一支持友好団体の代表から送られました。メッセージは、キム・イルソン主席と金正恩総書記の不滅の革命的党建設の業績を輝かせている金正恩元帥の正しい指導があって、朝鮮労働党と朝鮮人民が社会主義強国建設と国の統一運用の実現で最後の勝利を必ず収めるものと確信しています。一方、朝鮮労働党中央委員会に、南アフリカアフリカ民族会議全国執行委員会、アンゴラ解放人民運動中央委員会、エジプト人民戦線党委員長、メキシコ民族再生運動党全国執行委員会書記長から、朝鮮労働党第7回大会にアフリカ民主連合ギニア民主党書記長代理と、ジンバブエアフリカ民族同盟愛国戦線党行政担当書記から祝電が送られました。敬愛する金正恩元帥が朝鮮労働党委員長に選出されたことを祝って11日、日本の猪木寛治国会参議院議員から元帥に花冠が贈られました。敬愛する金正恩元帥に10日、反帝民族民主戦線中央委員会から祝賀メッセージが贈られました。メッセージは、朝鮮労働党第7回大会で民族のまばゆい太陽であり、国の統一の導き手である敬愛する金正恩元帥が朝鮮労働党委員長に選出されたのは、元帥に対する朝鮮労働党の党員皆をはじめ、軍人と人民の絶大な支持と信頼の表れであり、反帝民族民主戦線をはじめ、この地の変革運動家と各界の愛国的な民衆の一致した思考と念願の表れ、父の革命偉業と国の統一運動の歴史に特記すべき民族的大きな喜び事である。金正恩元帥の朝鮮労働党委員長選出によって、鉄道山で切り開かれた父の革命偉業、戦軍革命偉業の名脈がしっかり引き継がれ、民族自主偉業と国の統一偉業の実現に向けた新たな歴史的進軍の勝利が確固と保証された。金正恩元帥の卓越した老練な指導は、
南朝鮮の社会の自主化と民主化、国の統一を目指して戦う反帝民族民主戦線と各界の愛国的な民衆を屈することのない攻撃の精神で戦わせる百戦百勝の旗印であり、無限大の勝利の原動力である、こう述べ、金正恩元帥の健康を心から祈る言葉で結んでいます。10日、敬愛する金正恩元帥に大中国朝鮮人総連合会から祝賀メッセージが送られました。メッセージは、金正恩元帥が朝鮮労働党委員長に、朝鮮労働党中央軍事委員会委員長に選出されたことは、最も老練な導きで、労働党を不罰の鋼鉄の党に発展させ、父の革命運動の最後の勝利のための歴史的な大業を成功へと導く、元帥に対する朝鮮人民皆の絶大な支持と信頼、心からの忠誠心のはっきりした表れで、元帥の周りに固く結集した軍人と人民の不罰の統一団結を遺憾なく示したことになる。金正恩元帥の臨席のもと開かれた歴史的な第7回党大会は、偉大な金日成金正恩主義の党としての朝鮮労働党の不罰の威力を強く誇示した勝利の大会、偉大な金正恩時代の全盛期を迎える栄光あふれる大会として国の歴史に末永く輝くだろう。金正恩元帥が歴史的な第7回党大会で行った党中央委員会の活動報告の内容を全面的に支持する、こう述べ、元帥の健康を心から祈る言葉で結んでいます。11日平壌の4月25日文化会館で、敬愛する金正恩元帥に送る朝鮮労働党第7回大会の参加者の誓いの文が採択されました。キム・ヨンナム、ファン・ビョンソ、パク・ポンジュ、チェ・リョンヘの各同志をはじめ、党中央指導機関の人たちと第7回党大会の参加者が集いました。集いでは、金正恩元帥に送る誓いの文が読み上げられました。文は、偉大な金正恩主席と金正恩総書記を永遠の父の太陽、先軍の太陽に仰ぎ、いかなる風波の中でも金正恩元帥と思想も志も運命も共にする労働党の第一の戦友、第一の同志になる。金日成主席タイプ、金正恩総書記タイプの政治活動家にしっかり準備して、指導者の意向を実行し、党の思想を貫き、党政策を守る上で、戦後革命の前衛党首の使命と本分を果たすと述べました。11日、天安で、朝鮮労働党第7回大会参加者のための講習が行われました。講習で、朝鮮労働党第7回大会で示された綱領となる課題を徹底的に実行するための課題と、その遂行の方途が取り扱われました。講習では、朝鮮労働党の持久力を第一主義の精神がもたらした誇らしい結実と題したコンテンツによる講義も行われました。11日、平壌で、朝鮮労働党第7回大会を祝う、モランボン楽団、チョンボン楽団、高炉国家合唱団の合同公演、東亜に労働党についてが盛大に行われました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員など、党と国家、軍隊の幹部と、朝鮮労働党第7回大会の参加者、武力機関の人、中世の70日間戦闘で輝かしい勤労の遺訓を立てた功労者、平壌市内の各階層の勤労者が講演を鑑賞しました。朝鮮労働党第7回大会在日本朝鮮人祝賀団、在中国朝鮮人総連合会祝賀団など、社会主義祖国に滞在中の海外同胞と反帝民族民主戦線平壌支部代表の顔も見えました。中朝外交及び国際機構の代表と大使館付き武官たちが夫婦同伴で、そして大使館員、訪朝客が招かれました。国家の愛国家の早朝な演奏から始まった講演は2部に分かれて行われました。7日から9日までの間に、各国で敬愛する金正恩元帥の朝鮮労働党第7回大会での開会の辞を報じました。ナイジェリア、キム・イルソン・キム・ジョン主義研究文化委員会、テクトーサン・チェコ・チョソン友好協会、ドイツ・チョソン文化研究会、
コンゴ民主共和国基地思想研究全国委員会の各ホームページとドイツ判定フォーラムのホームページ現地指導のニュースは、金正恩元帥の写真とともに開会の辞の全文を載せました。ギニア国内国際放送と7つの民族の放送、モンゴルのマンチャメ通信、スペインのラジオテレビ放送、ブルガリアの新聞ニュースベゲ、ビルベゲ、スペインのエペ通信、新聞 ABC、アルジェリアのインターネットメディアアルビダド、アルシュルクとハンガリー労働党、オーストリア朝鮮民主主義人民共和国関係促進協会、スロバキア朝鮮友好協会の各ホームページは、金正恩元帥の開会の辞を要旨で報じました。朝鮮労働党第7回大会に際して、ドイツ朝鮮文化研究会が敬愛する金正恩元帥の普及の著作、朝鮮労働党中央委員会2013年3月総会での結語と、戦軍の旗をさらに高く掲げ、最後の勝利を目指して力強く戦うような全文を、MS 旅行者のホームページに載せました。朝鮮労働党第7回大会にちなんで、ナイジェリア国民進歩党で図書店が、ロシア連邦共産党ハバロフスク地方委員会と、ミャンマー連邦団結発展党ヤンゴン地域委員会では記念の集い、写真展、映画会が行われました。ロシアでの催しでは、敬愛する金正恩元帥に送る祝電が採択されました。朝鮮労働党第7回大会に際して、マレーシアの光明日報、タイの聖戦日報、コンゴのパトリオット紙と、朝鮮民主主義人民共和国との連帯ブラジル委員会、ピール朝鮮友好文化協会、ナイジェリア、キメイソン・キム・ジョン主義研究全国委員会、朝鮮との友好協会ポーランド支部、国営シリアアラブ通信のホームページに特集が載りました。一方、朝鮮労働党第7回大会にちなんで、キム・イルソン・キム・ジョン主義研究ギニア全国委員会が、朝鮮労働党の不発さというタイトルの解放特別号を出しました。10日、東京の朝鮮会館で、朝鮮総連の活動家が敬愛する金正恩元帥の朝鮮労働党委員長選出のニュースを視聴しました。総連中央常任委員会、ホージョンマン議長をはじめ、総連中央の活動家、中央団体と事業体の責任者が集いました。参加者は、金正恩元帥が朝鮮労働党第7回大会で行った閉会の辞を視聴しました。英雄的朝鮮人民軍創建84周年に際して、クウェートのクウェートタイムズ紙と、ナイジェリア・キム・イルソン・キム・ジョン主義研究全国委員会、ブラジル基地思想研究センター、ドイツ判定フォーラムのホームページに特集が載りました。11日、朝鮮総連中央常任委員会、パタヤンギ副局長を率いる在日同胞祖国訪問団が、万世の丘の偉大な金日成主席と偉大な金正恩総書記の銅像に献花し、敬意を表しました。朝鮮労働党第7回大会に際して、東部戦績エッチアーマーと、中国台北戦績長江一の船長と乗組員の記念の集いが、10日、南浦港で行われました。集いでは、敬愛する金正恩元帥に送る手紙が採択されました。日本で発行される朝鮮人の新聞、民族時報6日付に、日本政府の朝鮮人排外政策を非難する記事が載りました。南朝鮮の連合ニュースによりますと、傀儡抗戦勢力がアメリカ、日本など外部勢力と結託して、25日から来月の3日まで、朝鮮南海で連合潜水艦訓練を展開しようとしています。傀儡海軍は潜水艦などが投入され、チンゲ島、チェジュ島の周辺海域で軍事演習が行われ、演習の後は参加武力を皆、チェジュ海軍基地に引き入れると公言しました。さらに傀儡抗戦勢力が日本自衛隊まで引き入れようとしています。